はい、それでは、ボールが転がる動きをつけてみましょう。まず最初の場所に、キーを打っていきましょう。今回は転がるだけなので、移動と回転ですね。にキーが入ればいいと思います。それでは、シフトの W で移動にキーが入ります。で、シフトの E ですね。で、回転にキーが入るので、このような状態を作りましょう。はい。それでは、今回は30フレーム、FPS ですね。で作っているので、0からスタートして、まあ、正確には29。で、ここで30フレームなので、ここで1秒。で、59フレーム。これは0からなので、ここで2秒という風な感じになります。ちなみに、このタイムスライダーの幅なんですけども、ここですね。ここに例えば200って入れると、シーン全体の幅を200フレームまでのシーンという風に準備することができます。そして、例えばここに59って入れると、全体で200フレームあるシーンなんだけど、0から50フレームまでは再生しますっていう風に絞ることができます。例えばこの辺はもうモーションが確定していて、それ以降見たい場合とかは、このような形で、こう動かしたりとか、ここに数字を直接入れたりすることで、で、見たい部分だけ再生することができるので、覚えておきましょう。で、今回は、0フレームからスタートして、59フレームまでのアニメーションを作っていくので、このような形で、数字を入れてみました。はい。それでは今度は、ここにキーフレームを入れていくんですけども、ちょっとオートキーを使ってやってみましょう。ここにチェックをボタンを押すと赤くなってるので、これがオンになった状態ですね。それでは、2秒後ですね。2秒後にこの辺まで転がってほしいなと。はい。移動したのでキーが入りました。回転も、まあ、ざっくりで。まあ、こんな感じで今キーを打ったので、こんな感じのモーションができました。ちょっと回転が弱いので、もう少しだけ回転を入れてみましょう。まあ、大体こんな感じでいいですかね。はい。このように、転がっているモーションっていうのができました。で、この転がり方をこれから調整していきたいんですが、このタイムスライダーだけだと、この0フレームのポーズと60フレーム、まあ、59ですね。59フレームのポーズはわかるんですけど、この中間のスピードとかポーズっていうのは、ちょっとここだと制御できないですよね。なので、ここでグラフエディターを開きます。そうすると、例えばですね、移動値で見てみましょう。今回、こっちですね。この移動は X ですね。X の移動に関して見ると、グラフで言うと、なんか滑らかに始まって、急になって、滑らかになって、まあ穏やかですね。穏やかになって、止まる。という風なカーブになっていて、これは、この辺はゆっくり動いていて、この辺ですね。この急な部分は、速くなっていて、最後にブレーキがかかってきて止まるっていう風なものを表しています。回転に関しても同じですね。ゆっくり回転し始めて、加速していって、ゆっくりブレーキがかかっていって止まる。まあ、このような、まあ、自然な動きになっています。これは、基本的には、このキーフレームを選択すると、このオートの場所ですね。はい。ここで、キーが入るようになっています。で、今回なんですけども、例えば、もっとブレーキ早くかけたいなという時なんですけども、例えば、ここにキーを打ってあげて、こうですね。で、キーを動かす方法なんですけど、直接キーを左クリックして、このように動かすこともできます。
で、中クリックだと、離れた状態でもこのように動かすことができます。で、ですね、選択して、シフトを押して、シフトを押してこうやって動かしてあげると、今、縦だけに制限されてますよね。このように横に移動したくない時とかは、シフトを押しながら、中クリックとか、まあ、左クリックで直接キーを触って動かしたりします。ここにも横に動かしたい時は同じようにシフトを押しながら、横に移動すると、これ縦にはもう動かないですね。このような感じで、中クリックでも同じように移動できるので、ちょっとこの操作方法も覚えておきましょう。で、例えば、ここがなかった時ですね。なかった時はこのようなブレーキのかかり方なんですけど、ここに、移動のキーを打って、シフトの W でキーを打って、で、ここにキーが入ったのわかりますけど、グラフエディターでこのように調整することができます。例えばこういう風にかなり急に、ここは急ですけど、ここがかなり穏やかになってますよね。こうした場合どうなるかというと、すごい勢いでスピードで動いて、で、ここですね。44フレームでかなりの勢いで減速しているっていうのがわかりますね。で、同じように回転の方も、44フレームのところで、このような感じでやってあげると、早く回転して、ここで減速して、ちょっと滑っていますけどね。こんな感じで調整することができるので、覚えておいてください。で、今回ここのように44フレームのところに中間キーを打って調整する方法を今紹介したんですけども、他にも方法があります。例えば、はい。では、移動値の方で見てみましょう。で、今回、最初の標準の状態だと、このハンドルっていう、ハンドルですね、これね。この動かせるのハンドルっていうんですけど、ハンドルは最初は回転しか調整ができないようになっています。ですが、ここで右クリックをして、ウェイト付き接線っていうのを選びます。ちなみに今、非ウェイト付き接線の状態です。で、こちらを選択すると、今、ハンドルが変わりましたね。さっき三角形だったんですけど、ここですね。これですね。三角形だったんですけど、これをウェイト付きにすると、四角形になって、こう、ハンドルの長さを調整することができるようになるんですね。そうすると、先ほどここに中間のキーを入れて、この曲線を上の方に曲げましたけど、これを、このように引っ張ることによって曲線の形を変えることができるんですね。なのでこれも使い分けによってキーを無駄に打たなくて済むで便利な点があるので、ちょっとここも右クリックで使い分けるようにしてみてください。それでは、一旦元に戻しますね。はい、元の状態に戻りました。で、今度は、今、ゆっくり動き出して、ゆっくり止まるっていう動きだったんですけども、それを、じゃあ、一定の動きで、ずっと同じスピードで動いて、同じスピードで回転している状態にしたいんですけども、これを、一定のスピードにするためには、まあ、直線にしたいですね。直線にする簡単な方法としては、まあ、これですかね。リニア接線っていうものを選択すると、まあ、まっすぐになってくれるので、このような感じで、回転の方もやってみましょう。ですね。そうすると、直線になってくれるので、再生してみると、このような感じで一定のスピードで動いて、回転も一定のスピードでっていう風な形になります。はい。このような感じで、他にもいろいろあるんですけども、これから
チュートリアルをいろいろやっていくうちに、使うものはどんどん説明をしていくので、合わせて見ていってください。では今回はこのような形で、ボールが転がる動きをつけてみました。